町田ゼルビア衝撃の相馬勇気獲得報道 3.5 億で完全移籍へ、がしかし試合出れない。J1 首位を走る町田が名古屋の日本代表 MF 相馬勇気27を完全移籍で獲得することが20日までに分かった。相馬は名古屋との契約を半年残しており、違約金が発生するが、関係者によれば町田側は2007年1月に元日本代表 MF 阿部勇気が千葉から浦和に移籍した際の国内日本人最高額4億円に迫る推定3億5000万円を用意したという。今年は町田の年になりそうですね。町田積極的だな。名古屋に復帰してゴール決めたばかりなのに、これ去年あの選手が町田に電撃移籍並みか、それ以上の激怒案件だろ。つい最近名古屋に復帰してきたばかりじゃないか。こりゃ横 FM と斉藤学みたいな関係性になりそうだな。が、しかし、大きすぎる弊害も。町田に移籍したところで試合に出場できない可能性が浮上中。相馬が町田に移籍する噂が出てるけど、町田に移籍したところで出場できないのでは？サッカー選手の登録と移籍等に関する規則の第11条を見ると、J リーグの登録年度は2月1日から翌年1月31日まで5つの登録年度中に最大3チーム登録、最大2チームの公式戦に出場できるとなってる。海外勢は7月リセットなんかも。それか名古屋矢印海外はレンタルだったから一応ずっと名古屋にいた扱い。これで町田の敵外で移籍したけど試合出れませんでした、だったら相当笑える。可愛い顔してなかなか危険なムーブしようとしててさ、なんかよくわからないけど、試合出れないなんてことないだろ。だったらさすがにこんな話でないと思う。名古屋タコじゃないから知らんけど、多分相当心境複